がいの道を探検します。このアイスクリームを買ってみました。このアイスクリームはコーヒーっぽい味がして美味しいです。そのローソンで買ったんですか？ローソンで買いました。これから自転車屋さんに行きます。自転車屋さんに入ってみます。大変ですか？ここに住んでるんですか？家が2階にあるんです。全部作ったんですか？一人で。これ自転車はね、全部バラバラじゃなくて 70% ぐらい組み立ててくれる会社、それを後で仕上げる。買ったかな？ねえ、これって何ですか？これこのベロベロンって自転車の中に入ってツーブって何ですか？この中に空気入れて硬くなるんですか？あの車輪細っ。時計にあれなんじゃ。次は花屋さんに来ました。はい、ありがとう。はい、500円です。はい、ありがとう。はい、どうもありがとうございます。この花にしました。これはママのプレゼントです。